はいどうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。皆さん、お好きなファミリーレストランはどこですか？うん、わいはですね、デニーズですね。デニーズ、はい、なんでかっていうとそれはちょっと説明できないっすね。特に理由はないっすね。まあ特に言うんだったら、まあ比較的近場にあって、おい、入店が、まあ、習慣化していると。まあ、そんなところでは、ほいっとーい。そんなところではないでしょうか。うーい。そう。で、デニーズって期間限定のパフェあるんですよ、パフェ。巨峰とか、あとは、ぶどう？巨峰とぶどう同じか。間違った。桃だよ、桃。白桃みたいなやつ。あれがマジで美味しいんですよね。あれが好きでさ、あれをね、辛いことがあった時、辛いことがあった時には、まあ一人で颯爽とデニーズに入店してな、まあ男一人でパフェを摂取すると、最高にナウいやつな、そう、ほいっと、では外食経験が少なすぎて外食といえばもうデニーズと。あとはまあマクドナルドだな。なんか大人だったら、なんか、あ、俺キラー引いてんじゃん。珍しい。キラー引いちゃうと どこで使うかね。なんか大人だったら、なんか、ね、友達に紹介できるようないい店、お前いくつかお前持っとくよみたいな風に、言われることもあるんですけども、あいにく、わいに友達はおらんぜよ。まあ、これだからぼっちはやめられないっすよね。このめんどくさいって言ったらあれだけど、人付き合いとかそういうしがらみにとらわれることがないと、自分の行きたい店に行けるんだね。やっぱこれだからぼっちはやめられないぜ。滅びろ！ってことでね、皆様のお好きなファミリーレストラン、よければ教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、